37緊急企画ですよ。だってもともと今日これやる予定じゃなかったもん。はい、やるしかないですよ。だってね、キャンディーさん結構ね、今までねキレキレの質問をね、過去のこのマジックセブンで散々やってきたわけじゃないですか。はい、でも言うてキャンディーさん、あなたはどうなのっていう話あの大阪の皆さんね、ラブキャラットの店長のキャンディーさんです。これから皆さんにね、いろんな質問にね、これ見せていきますから、今日はもう最後まで見逃さず、そしてね、ぜひお店にも会いに来てください。はい、お願いします。はい、ということで今回もマジロリセブン形式で行かせていただきたいと思います。ハムです。ワカです。レトです。センタロウです。ゲストのキャンディーです。じゃあ早速行ってみましょう。せーの、ヒーロー。さあ、では早速質問ある人どんどんね。あ、じゃあハム店長早速行ってみましょう。どうぞ。待て、初めに何カップですか。あ、出ました。もうね、なんか俺普段のゲストさんだとこれ聞いてるだけで俺心苦しかったけど、キャンディーは言った方がいいよ。はい、何カップですか。D です。おー、 D カップですよ。ちょうどいいサイズだね。レトさん、どういうこと？微乳なんですよ。2回言うなよ。大事なことは2回言うやつね。一緒に私たちお風呂入ったんですよ。あ、そういえばね、温泉の OK やってましたもんね。2回温泉行ってましたね。もうね、鼻隠さずバーンって言って、うん、やった時にすごい、あ、って思われた。さあ、じゃあ次の人行きましょう。D カップということで次の人。はい、はい、じゃあまこちゃんどうぞ。はい、もう今日朝日からパップケア全然に教えてください。はい、教えてください。これこれはちゃんとね、もうあの言っていただかないといけないですね。数えていいですよ。指使って、指使っていいですよ。足りれば、足りればですけど、足も使います。私の分もじゃあ。5人とか。いやいや。はい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 。いや、これね、ゲストの新人メイドちゃんとかだったら、あ、そうなんだってやるけど、これそんな手を緩めないですよ。いやいやいや、そういうのよくないです。違う違う、覚えてる限りは記憶ない。引っ張ったてかな。5人プラス、何人くらい。5人プラスね、だいたいこんくらいじゃないかなみたいな。いや、でも本当にそのぐらいしかいないと思う。5人で認めますか。いや、認めない。なし、同義なしですか。まあ、もう仕方ないですけど、本当に覚えてないから、多分3桁言ってるけど。じゃあ、言って覚えてない。探しております。コメント欄で私キャンディーとっていう人いたらもう書いてください。それね、それをカウントして正式な公式記録として認定しますから。皆さんがコメントで私キャンディーとありましたって書いた人の人数がそのままもう公式の人数。じゃあ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 。じゃあ、あ、お、レトちゃん。はい。はい。好きなタイプが聞きたいです。お、好きな男性のタイプですね。ほっとけないタイプが好きなんだなって思いました。お世話してあげたい。そうです。私が何かしてあげたい。うーん、ちょっとわがままな人が好きなのかなみたいな。ね、もうゆいさん様。みんなわがままになりたい。もうわがままで、ね、めっちゃ毎回ドリンクこぼすの。あのまた。ビジュアルでは今はどんな感じですか。あ、ね、絶対目が二重がいいです。あ、目が二重。まあ、はい、絶対二重の人がいいです。じゃあハムどうぞ。はい、付き合った人数。付き合った人数、はい、付き合った、さっきのはね、あの経験人数だったんで、今回は付き合った人数。でも付き合覚えてないんだよ。記憶ない。5人ぐらい。あ、はい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 、どうぞ。付き合と思いました。これやっぱり数合わせるためにさっき5人って言ったよね。あーね、あーね、ちゃんと合うように言ったよね。どうの若ちゃん攻めるね。経験人数は2回聞くのは初めてかもしれない。本当に同じ質。本当に覚えてなくて。じゃあさ、覚えてないけど多分あったドロナも入れてください。そう、5は嘘じゃん。一人が長いとかそういうあれ。一人が長い。あ、さあ、じゃあ次の質問行きましょう。はい、若ちゃんどうぞ。一番良かった夜のエピソード。今までこの質問聞いたことない。聞いたことない。すごい。したかっての教えてください。よかった。じゃあ参考までに思い出に残る若ちゃんの
よかったよ。確かに。そう。参考まで。参考まで。場所だけ言いますよ。はい。公衆便所。よかったのそれ。で、今回よかったのそれ。あ。お、出ましたね。なんか今あがありましたね。はい、お願いします。一緒に夜景見てて、でそのまま。え、ちょっと待って。夜景が見えるやれる場所なんて、車内でやってるかタワマン。なっちゃう。いろいろあります。で、どうなの？ベランダ。ベランダ。ベランダ。風邪ひいちゃうよ。時期によるだろそんなの。そんなの時期によるだろそれ。次の質問いきましょう。はい。はい。はい、じゃあレッドちゃんお願いします。浮気したことはありますか？あ、これはちょっとどうなんでしょうね。何回ぐらい？何回？違う違う。もうゼロはないと。絶対一回は抑えてあるというね。浮気マジ出ないです私。されたこともないし、したこともないし。あれないですか？その例えばもう自分的にはもう終わってるけど正式に別れてない人がいるのに、もう次に付き合ってる人がいるみたいな。あるじゃないですか。あ、ないです、ね、移行期間みたいな。ないないです。そういうのもない。はい。引き継ぎしない。引き継ぎしない。引き継ぎされますね。乗り換え期間。引き継ぎとかじゃなくて、ただ派遣されることがある。さあ、次の質問いきましょう。はい、はい、レトちゃんどうぞ。はい。お腹が空いてからエッチしました。ノーでもピンしてください。ノーでもピンしてほしい。驚いちゃった、驚いちゃった、驚いちゃった。今、P だったんで、すぐ頼む。さあ、わかちゃん、どうぞ。はい。ここ2年で何回した？まず数えられるの？それってさ、数えられるの？あのさ、人生で食べたパンの枚数を覚えてるみたいな話じゃん、それって。2年って答えられる人いんのかな？いますよ。あれ？あ、あのさ、あの、永遠のゼロやめてもらっていい？本当に。百田直樹の永遠のゼロやめてもらっていい？10回ぐらい。どうだそれ、少ないの暴力が分かんない。少ないような気がするけど、そんなことない。ヤネさんにしたら少ないんじゃないですか。誰か全然少なくないし。お、どうぞ。どこが一番好き？どこが一番好き？これ何でもいいですよ。基本的には若ちゃんは全部自分も答えた方がいいと思う。若さんはちなみにどこが好き？でかいんだよ絵が。真剣にいろいろ今頭の中でこう再現してます。いや迷うな。耳か喉奥かしちゃおうね。耳はまあ耳は分かるんだけど、喉奥。なるほどね。下奥に至ってはもう全く想像もつかない世界。受け身だったら何でもいいと思う。受け身は入る瞬間が一番好きです。じゃあ入り口じゃ、入り口はずっと結構あの遊ばれる方が良い。あ、いや本当にもう入る瞬間だけが好き。要は1回目の一番初めの要はね、あれが一番。ネットさんの可愛い。本日質問してあげてよ。多分経験人数になります。グッドボタンお願いします。